チングアプリ大喜利。2回で企画久々。そうですね。ライブライブ。ちょっと番宣の採択取って。でも皆さんマスクしてますけど、いろいろと距離取りながらやっていきましょう。はい、さあ、ということで、この、マッチングアプリ大喜利っていうのはですね、はい、マッチングアプリを使ったことある方いらっしゃいますか。はい。はい。使ったことある。そうです。パルツァさんと糸井くんも使ったことある。石田さんも使ったことある。で、リアさん嘘です。既婚者だろっていうボケやりたかったんだけど、いまいち既婚者っていうことは浸透してなかったそうだね、ダメだ。そうだね、まあ、子供のこと言いましたけどね。そう既婚者。実際マッチングアプリとかうまくいったの野村くんは。いや、会ったことはない。あ、会ったことない。行ってるとかどうでした。よく会いましたね。おお、すごい。居酒屋飲み行きましたね。そういうさ、なんか出会いがあるじゃない。で、マッチングアプリ成立不成立を使って、今からね、大喜利やりたいんですよ。おお。お題を出す側と、お題を、考えて普通は答えるじゃない、はい、今回はどの答えが来るか分かんない人と、うん、どのお題が来るか分かんない人で思いつきで言葉と答えを書いてもらって、なるほど、それで面白かったらマッチング成立、なるほど、つまんなかったら不成立っていう、はい、例えばこんな学校は嫌だって書いてる人と、その答えは誰が書いてるか分かんない、で答える側は何のお題か分かんないけど、パンダ君どうした、パンダ君どうした、いや、いい企画ですね、うん、ありがとう、それでありがとう、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 本当にありがとうな、君みたいな子が言ってくれるからいいんだよさあ、それでね先生、先生何をしよう、先生感を出せば、たまに機械になりますよね感情がなくなる、一応セリフがプログラミングされてるんで、じゃあちょっとルールは分かっていただいたと思うので、分かりました、ジャッジマンは野村君の答え、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします。それではチーム分け、したいと思いますよ、はい、風間ちゃんチームに入っていただくのが、はい、徳泉さん、ジミーちゃん、丸山レイヤ君、春田さん、じゃあこっち側に来てください、ありがとうございます。そして石田ちゃんチーム、はい、カクテル田中さん、はい、平野さん、はい、小泉くん、はい、はい、じゃあこのチームでやっていきたいと思います、よろしくお願いします。じゃあ早速なんですけども、うん、チーム戦でございますので、うん、2人この中から選んで、ジミちゃんいけ、はい、動くっすか、はい、じゃあジミちゃん、はい、じゃあ風間ちゃんは勝手に先行って決めちゃったけどごめんね、はい、はい、どうですか、じゃあ徳泉さん行こう、徳さん、おお、レイヤーさんチームみたいになってる、ごめんなさい、僕勝手に言ってるのに誰も止めないからいいやだ、乗り気だ、いやーだってカウントがあるからね、そう、おかげでいろいろ頑張るリーダーどっちかが質問で、どっちか問題でどっちかが答えかって、じゃあどっちにしますか、お題と答えどっちか、俺は僕じゃあお題書きたいですね、お題、じゃあ僕答える方にします、答える、はい、わかりました、二人真ん中に、はい、真ん中来ていただいて、野村さん端っこにいた方がいい、あ、やばいです、はい、まあ、なんでメイン貼ってんのここにメイン貼れねえぞ、知った方がいいかな、そうそう、というわ、すごい、感じ取る、おー、いいね、いいね、感じ取ってるんですか、こういうのはアイデア、寄ってるよ、ありなんですか、アイデア、全然ルールあり、いや、僕も徳泉さん、徳泉さん、いいね、ごめんなさい、もう、あかん、噛んだ、あかん、ごめんなさい、じゃあ、あと一文字やったそうそう、あんま考えない方が、そうですね、瞬発力でいけるからね、じゃあもう適当でいいんですね、はい、じゃあ見えないよね、ちょっと私、間入らせてもらって書き終わったかどうか見ますよ、はい、お、お、お題が得意ですね、そうだ、こっち見えるもんね、うん、こっちは、なるほど、なるほど、だからこれはちょっと先行って勝手に風間ちゃん決めちゃったけど、はい、石田ちゃんはそういう意味じゃこういう感じかみたいなのが分かっている、ね、うん、なるほどね、一生パターンだ、一生パターンそうなの、そうですね、後半の方が有利なのかね、こういうのってでしょう、多分、あ、そうなんだ、どんな感じかが分かるから、そうそうそう、いやでもこの2人がだからもしかしたらマッチング成立かね、成立か不成立か、ここが一つ基準になりますからね、うん、はい、あ、もうジミちゃん書いて、あ、もうね、はい、はい、書きました、はい、じゃあいきますよ、はい、じゃあ僕がお願いしますって言ったらお題が出て、はい、でその後、はい、スッと答えを出してください、はい、じゃあいきましょう、大喜利マッチングアプリどうぞ、はい、キムタクの CM やっちゃえ日産に次ぐ第2弾のフレーズは何、はい、答えはこいつです、まさかの、いやいやいや、ラストさん、ラストさん、いや、ごめんなさい、文字が出てこなかった、ラストで答えたいって、絵がいいですよね、キムタクのチームで、キムタクはこいつっていうの、そうですね、イラストつきということで、こっちのチームの勝ちでいいだろう、よし、これだけ、いいだろう、
レイヤ君とカルタ君がしっくりくんだそう、でもこれ一つの基準になりますから、はい、はい、じゃあ野村君マッチング成立か不成立か、はい、お願いします。発表します、はいはい、マッチング不成立です。おかしいの、おかしいじゃないですか。お題はね、お題は結構悪くない、うん、なんかこうある、ある、ありそうな、うん、やっぱもう片方がなんかダメでしたね、うん、あ、やっぱしょっぱなからイラストダメでしたからね。厳しいですね、ジャッジは。間をちゃんと開けて話して。完成が来てないから。カバちゃんでも良かったよね。すごい良かったです。本当そう、すごい良かった。逆に石田ちゃんとかはどう思った、そのなんか今の見て。いやでもなんかその1回目にしたらすごいいい答え同士、そのなんかこのイラストも割とどれにでも当てはまるイラストだったけど、たまたまここがちょっと合わなかった。じゃあちょっと作戦練れるね、うん、はいはいはい。じゃあお二人ありがとうございました。あ、よかった、めっちゃ良かった。ありがとうございます。惜しかったですね。じゃあ後半2人惜しかったんかね。どうですか、チームメガネでいきますか。チームメガネ、いいですね。チームメガネ、そういうのと、はい、あ、カクテルと答えはどっち、どっち、どっち、どうしましょう、どうしましょう。じゃあ、あ、答えます、答えます、はい、はい、声ちっちゃい。じゃあこれ、じゃあ上手いと、将棋の戦いとかじゃないですか。今日将棋村だ。今日俺は矢倉で行くよ。将棋ボケ分かってないですよ。さてじゃあ、見えないよ、ジャッジマンですから。私ジャッジマンですから。どっち見ればいい。いやでもこっち向いてた方がいいんだよ。見えないよね、お互いが。いやこれもこれやっぱ後半有利とは言いながらプレッシャーだったでしょ。前半割と良かったから。どうぞ。はい、何に怯えてるんですか。ちょっとごめんなさい、ごめんなさい、ね、バーテンダーだから。バーテンダーだから大喜利初めてだ。バーテンダーはテンパりますからね。そうバーテンダーはテンパる。手伝いだと思うし、あの、シラベーがそう言ってました。そうですね。なら、答えがむずいのかな、お題がむずいの、どっちがむずいのかな。大丈夫。あ、いやでもね、これやっぱり面白い企画かもしれないな。化学反応が起きるかもしれない。意外と芸人ってお題考えないですしね。そう、確かにね。主催とかペンとなかなか考えないですよね。はい、はい、じゃあカクテルさん隠してください。はい、はい、じゃあ平野さんも大丈夫ね。はい、はい、それでは行きましょう。石田ちゃんチーム、大喜利マッチングアプリ成立なるか、どうぞ。2022年に新しく出る新幹線の名前は。おお、いい。答えますよ。はい、はい、フランス人形。おお、いいじゃない、来たでしょ、これは。いい方もね、面白い。フランス人形ですよ。ドラえもんじゃねだから小町みたいなことだもんね。そうそうそう。なんかでも綺麗に決まりすぎてるから、もうこっちのチームの勝ちでいいでしょう。いやいや、それは本当に逆にもう無理だに。まあ正直受けたからもうええってところはあるやん。笑いが滑ってる。いや今度こそ。野村君、はい、マッチングアプリ成立、不成立選んでください。マッチング成立です。なぜかわかんないけど、敵チームのジミーが喜んでる。なんでよ、平和支持者かも。サンキュージミー。じゃあ、返してください。いや、良かったですね。普通の大喜利としても面白い。面白かった。思い切りが良かった。苦手な人、逆に有利かもな。なるほどね。さあ、2人じゃあ、リーダー行こう。いいですか、やった。私、本当に大喜利できないから。はい、カルちゃん、はい、さてはこいつ、自分がやりたくない。逃げてる、逃げてる。バレた。丸山チームみたいな。え、どっちがいいですか。あ、じゃあお題かけます。あ、え、ボケじゃない、答えないの、お前。わかりました。うん、お題書いていいですか。いや、もうそれ、レディーファースト行く、レディーファースト。じゃあ、ファーストで。逆言わないんだよ、お前。逆言わないんだよ。いや、どっちもいい。じゃあ答えましょうかね。わかりました。かっこいい。やっぱりあのボケなんですよ。これボケですよ。うん、あのマッチングしたら付き合っていいですかね。うん、ボケですよ。じゃあ付き合っちゃダメですよ。ボケなら。ボケかけすぎて。ボケって言われるの辛いから。そこは本気でやってほしくて。ガチで。いやいや。いやいや、付き合う前に女だからさ。
ボケてはいたいのよ、それ大喜利やれよ、リアルだね、関係ない、はい、野村さん、マッチングは不成立です。確かに、確かに男女間では不成立でしたけど、大喜利、大喜利はまだ分かんないんだよね。でもここでバシッと決まったら、もしかしたら、あー、でもあるよ、ありえるから。全然あり得る。あの時の大喜利で結婚したかもしれない。ああ、ロマンチック。いいじゃない。さあ、行きましょう。いや、でもこれ面白いわ。面白い。これはチームプレーですね。そうだね、本当に得意不得意関係ないから、いいですね。パワーワード考えられるやつが強い。なるほど、なるほど。いろんなこと言ってくんだ、みんなやっぱり、企画のことについて。いやいや、でもそういうことよ。面白いわ。さあ、どうでした？一文字も書いてねえ。お題がないの。お題がないの。バカだよ。一番強そうだけ F やから。真っ白になっちゃうんですよ、頭がね。あ、そうだね。そうか、経験者語るからね。いや、消せなかよ。なんでもいいから。角って書いてたよ。通話とか強いのよ。結構何でもいける問題でした、私の。思い切れ思い切れ、いけいけ、いいよいいよ、思い切ってけ、いつも通り、こいつも通り、ほう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 、わかりました。お、さあ行こう。はい、なかなか長い。はい、じゃあ行きましょう。大喜利マッチングアプリ成立なるか、かこちゃんお願いします。この芸人絶対一生売れないな、なんで。おお、日暮里の女。いや、これはじゃあ聞いてみましょう。マッチングどうでしょう。成立です。よー、ありがとうございます。これはすごいわ。これはこれはすごい。どっちも良かったね。文句ないし、お題も良かった。さあ後半に行きましょう。面白かった。名護のミユキみたいな。じゃあお二人、じゃあ糸井君と、リーダー、リーダー、2人もコンビっぽいよ、なんか。うん、確かに。青と青で。ドラえもんみたいな。ツッコミっぽい。とりあえずボケですけど、お断りします。ボケですけどね、ボケですけどね。あと誰かドラえもんっぽいって失礼なこと言ったの。石田の体型だけで言ったのよ。頑張れよ。女だぞ。みんなやっぱり受けてるからか、伸び伸びやってるね。想定想定想定、我々笑い声があったら何でもしますから。本当そうです。破られ受けた時気持ちよかったでしょ。ねえ、ほんとに。そこなんかポイントね、解散してよかったわと思うわ。そうですか。チラッと悲しい。わあ、何も出ない。答えは何も出ない。真っ白になっちゃうんです。真っ白になる。誰誰だ。真っ白になっちゃう。このモブキャラ何なの。想像がつかなすぎて、マジで何も出てこない。いいよ、あの今まで出た回答使ってもいいよ。いや、こいつ使っていいんすよ。まだ3つしか出てない。じゃあいつ日暮里の女出んのか。そう、もう糸井くんはね、進んでる。お題は早いよね。お題は正直そうですよね。うん、手引きできないもんな、これな。うん、相手のことを思うばかるぐらい。だから僕毎週あの VTuber でリスナーさんに答えてもらう大喜利企画やってるんで。あ、じゃあ答えてるんですね。なるほどなるほど。かけました。はい、石田ちゃんはかけました。はい。伊藤さんもかけましたね。はい。はい、それでは行きましょう。マッチング成立なるか、伊藤君からお願いします。どうぞ。誰も見たことない VTuber、 どんな VTuber？ポツダム宣言。そんな VTuber 見たことないよ。すごいなこれ。ポツダム宣言する VTuber って見たことないですからね。周辺系 VTuber。 えらい権力が動かないとね。そう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 、多分挨拶でポツダム宣言からありそうだな。今日もおかげはポツダム宣言。ハプツダム、ハプツダム。あるな、あるな。フォローすげえな。確かに確かに。素人のフォローしてるんですかって。配信で。
是が非でも成立させたいと思います。なるほど。さあでも分かんない、今までの受けのこともありますから、はいはい、じゃあ野村さんマッチングどうですか。不成立です。なんで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 なんか、うん、フォローが多かったからそれが。いいだろ、目に余る、いいだろ。堂々と出したらね、ちょっと政治色強すぎました。なんでフォローのフォローしてるの。わかりました、惜しかった。ありがとうございました。ということでこれでですね1対1になりましたので、これ最終決戦でございます。じゃあどうする、このマッチング成立不成立でもう、もしどっちも成立だったら引き分けってことなのかな。だからやってやって、うん、どっちが勝ちって、どっちの勝ち、うん、あそれいいじゃん、はい、じゃあもう風間ちゃんの方が先行でいい、はい、先行後攻で、うん、あいちゃんの2人と誰やれんじゃん。いや一回やれんじゃん。このまま逃げ切れると思ったのに。NHK 高梨さん、よし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 、さあ2人でいきますよ。やばいコンビなんで、じゃあ お題いきますんで。お題です、はい、お題答え、あまた答えか、じゃあジミーちゃん、どうしようか。いやいや、ジミーの傾向が分かったんで、うん、あ確かに対策してもらって、うんうんうん、ただ怖いのはジミーさん、これあのフリップを縦にしてるんですよね。おー、そうなの、いい視点。でも一回ジミーの問題見てみたかったですけどね。あ確かに、絶対これ面白いこと考えてたのにね。だこいつ。シュレットしたジョイマン。新発なジョイマン。新しいジョイマン。シュレットしたジョイマン面白い。縦で使ってるってことはこれ字じゃなさそうですね。なんでしょう。あもう早い。はい、早い早い。楽しみ。ちょっと待ってくださいね。なるほど。新しいですね。分からんな。左利きなんだね。あそうです。よし、できました。おー、よし、いきましょう。丸山くんからいきます、はい、マッチング成立なるか、どうぞ。え、なに、この空気何、何じゃあ、変えていきます。冷蔵庫開けたらトイレだ。おー、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 これ、いいんじゃないか。絶妙に合うなよ。絶妙に合ったけど、ただ一点振りかぶりする。答えられねえだろうっていう、そういうボケを完全に潰しにかかるんじゃないの。すごい、3回戦目で仲間割れが。ちょっとさっきも仲間割れがしました。これ言うんですよ、こっち。まあまあまあ、はい、お疲れ様、ありがとう。いや、ちょっと自信あったんですけど、いや、でもいいよね、いいよね。いいよ、私以外が言ったのね。マッチングはしてたからね。そうだ、あっちはいたんだね。あっちはリーダー、リーダー決めてください、リーダー。リーダーか。じゃあ、田中さんと、糸井さんで。おお、もうこれはもう答えるプロですから、こっちは。答えるプロいますから。真っ白になっちゃうんですよね。一回真っ白になっちゃうんですね。ブラック人形忘れんな。ちょっと余裕出てきてますね、なんか。いや、もうそうですよ、さっきよりかは。後ろから見ると意外と首太いな。カクテルさんね、意外とね。なで方しっかりしてる。なで方なんだ。なで方製造機だな。そう。製造機、なで方製造機。なで方製造機。作ってるんです、これから。作ってる。うちらのチームは糸井さんが余計なこと言わなきゃ勝てると思うんで。そうね。なるほど、なるほど。まあ、でも、割りかし頑張ってあげたんですよ。持ち出せんけってどうしたらいいんですか。余計なこと絶対に言わないで。無理じゃねえよ。それは逆にどっちか分かんなくなるやつだ。いやでもこれは面白いんじゃないですか。いいですね。やっぱまあ日暮里の女がすごかったから。いや面白い。日暮里の女めっちゃ面白かったな。さあそれより前に書いてたあの加藤っていうのは何だったの。何書こうとしたの。確認って書こうと思ったんですけど2が分かんなくて。漢字が分かんなかった。日暮里かけるやつが確認かけねえ。バレた昨日ネットの大喜利一角出てて、その後ツイッターでこれから俺は大喜利を絵でいきますって言って普通に字だったから言ってた。いいね。それがこうそうしたわけで、はい、消した、はいはい、消したさあはい、じゃあ行きましょう。行きましょう。決まりました、はい、じゃあこれね出すタイミングとかもねうまいことやっていただいて、いや出すタイミングとかもね、うん、あ大事です。行きましょう、はい、糸井くんから始めましょう。マッチングアプリ成立なのかどうぞ、はい、ギリギリエッチじゃない言葉とは。お増えるわかめ。すごい。これさ、いやちょっと待ってこれ。ナイス。ギリギリエッチじゃない。ギリギリエッチじゃない。これはすごい。ギリギリエッチでもあるしね。
うわこれ盛り上がっちゃった今。さすが。さすが。すげえな。ただのバーテンダーじゃない。私のバーテンダー。これまさかの糸井がノーフォロー。ね、いやフォローする人ないですよ。ないよ。いらないですこれは。すごいわこれ。ただのリーダーが。CM 変えるお前エンディング一人残すかねびっくりした後ろ見ておっさんおんねんじゃああの2人前あそうかそうかじゃあこのままどうぞって言ったら終わりかはいじゃあはいじゃあ2人はこっちに言い分けてもらってはいじゃあみんなこっちの方来てくださいはいじゃあ結果をお願いしますどうぞはい風間チームはい森下チーム勝者は石田チームです。イエーイ！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 俺ら田中さんが一回その回答消してたんですけど、その前の答えが乾燥ひじきだったんで、それもすごく良かったな。確かに確かに。ちょっとそうですね。分かんない流れ確かに。ベンチで思ったんですよ。悔しいですか？どうですか、田中ちゃん。悔しいですね。どうですか、田中ちゃん。どうですか？リアルガチガチリアルマジの、ジミちゃんはどうでしたかいやちょっと悔しいですねじゃあどっちもねマッチしてたのにねめっちゃ会場が良かった、うん、そうですよねただお題が悪かったですねちょっとみんなしっかりしてくださいよ以上でしましたナイス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 彼に振ったということでございまして、大喜利マッチングアプリ終了です。はい、ありがとうございました。さあ、ということでこのままエンディングに行きたいと思います。はい。ということでございまして、楽しかったね。じゃあ若干もう少し皆さんこっちに来てもらって、はいはい、なんかこう出る瞬間ワクワクしましたね。そうですね。ありがとうございます。はい。でネタはまたあの皆さんおのおのね、はい、上げていただいて、はいはい、企画とかトークのコーナーはラクダ TV さんの。YouTube チャンネルもしかしたら上がるかもしれませんので、はいはい見ていただければと思います。じゃあこのまま、さよならって言って終わりにしましょう。そうでしょう、本日はご来場いただきありがとうございました。以上です。さよなら。バイバイ。お疲れ様です。安定していいですよ。どうぞ。ありがとうございます。